今井二郎は日本のミュージシャン、パフォーマー、造形作家、東京都出身。1952年蒲田で生まれる1953年家族5人で目白に引っ越し。一番古い記憶、下見で行った幼稚園の庭の後継1962年中継定の家で読んだ手塚治虫にはまり、以降小学校時代を通じて漫画を描きまくる。 1965年改正中学入学1966年ビートルズに超ハマる。部屋を暗くして舞を聴き続ける。ギター購入。1968年バンド活動を始める。またこの頃アバンギャルドジャズの存在を知り、強い衝撃を受ける。1972年成城大学入学1976年、現在の時々児童の前身である、児童座に出会う。 その面白さと音楽性の高さに溜まげてそのまま入団。1978から1983年、この頃から自動座で出演とともに作曲もただし、どうするようになる。また自動座の活動と並行してバンド活動を展開。東京オルタナミュージックシーンに影響を与えたパンク単語バンド、プーンを、篠田ま美グループや、コクシネルなどに参加。 ベーシスト兼コンポーザーとして、オルタナシーンの一翼を担う。1985年音楽、美術、演劇等の活動を一体化したパフォーマンスグループ、ジジジドウの結成に参加。1990年代後半から、ジョー・ラクス名義で美術活動を活発化。自作オブジェと音楽によるソロパフォーマンス、ジロックスドールズショーでシュールな世界を展開。並行して、 複数のバンドで活動。2004年時々児童のために書いた楽曲をオープンな、人選で録音し直した、今井二郎、初ソロ CD、ポイポイをリリース2010年、プンゴのメンバーだった、向島由里子、久家恵美み今井二郎の3人による30年ぶりのオットな、新音楽ユニット、オットを結成。奇数なオリジナル曲や、現代曲を演奏。 2012年薬性ンパ腫シを発病、闘病生活約半年で逝去今井次郎の病院内で書かれた楽譜を音楽にした作品集。録音は、プンゴオット。のメンバー向島由里子、久下恵生を中心に、近藤達郎、朝比奈直行、石川智子、テニスコーツが参加。闘病中の病室で、ノートの端や薬の袋、献立表など、 様々な紙片に走り書きされていた今井二郎の書いた譜面を元に録音された。生前のオブジェ作品の作風そのものの譜面も可能な限り再現したブックレとノートの切れっぱしを再現したステッカー付け。2021年闘病中の食事で作り、タブレットで撮影され日々 SNS で発信し続けられたミールアート、お食事アートなどと呼ばれた写真が作品画集。 ミールズとしてまとめられ、発行作品画集、ミールズ2018年2月ドキュメンタリー映画、芸術家、今井二郎制作のため、トリビュートライブを開催。出演者は、アウジャード、ヌイル・フェボー、佐藤幸夫と、私たち、ダタ、テニスコーツ、ジジジドウ、トンプクユニット、ユニマルカ、石川孝二。2021年10月30日より、 ユーロスペース他全国順次公開。公式サイト芸術家今井二郎フェイスブックページ。ありがとうございます。